こんにちは、立東でシーウッドコースの調教担当をしています、宮川ひときです、3度目の登場となります。よろしくお願いします。今週は土日から1頭ずつ、まずは土曜日小倉4レースの、マイネルコンキスタです。ちょっと新聞出てしまって印が並んでちょっと人気かもしれないんですけど、このまま前走の範囲は出遅れです。追って味があるタイプじゃなくて、しぶとい馬なんで、やっぱり先行してこそこの持ち味がいけるタイプの馬です。昨年ね、暮れから年明けはね、芝のマイルとか1800メートルとか、レベルの高いところを使われて、今も、500万も買ったのかな、アドマイアレイヤとか、シルクドリーマーとかと、僅差の競馬をしています。自力上位は、明らかだと思います。発馬を五分に出て、先行できれば、開幕週の小倉、一気に逃げ切りまであるかと思います。まずこの単勝と 2.5 倍か3倍ぐらいついてくれたら美味しいんですけど、その単勝相手は、13番のジュディ・ソング、1番のマイオリオン、8番のリマンド・インパクト、5番のヒルンアセッツ、6番のアルティメイト、この辺りまで流したいと思います。でもう1頭は日曜日の小倉から、9レースの、ね、膨らむ財布というものなんですけど、この馬昨年夏の小倉で活躍しまして、今年は、前走、ね、7月1日に中京を人叩きして、この小倉に、参戦してきました。いかにもね、ここを狙いすましたっていう使い方で来ているので、面白いかと思います。これもね、前で運んで、馬場を味方に粘り込んでくれないかなと思っています。ちょっと名前も面白いんで、皆さんぜひ買ってみてください。